学戦より関西大学のクォーターバック入坂月選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です、はい、まずは2連勝ということで、はい、今日の試合振り返っていかがですか。まず今日の試合は、まあ、結果としては勝ったんですけども、パスの落球があったり、アサインズミスがあったり、打線ランが出せなかったり、ミスがすごく多く目立ってしまうので、まだまだ甘いなと思います。前節の龍谷大学戦では、ランプレーがなかなか出なかったなと思うんですけど、今日の試合はパスプレーもランプレーもかなり決まっていましたよね。はい、まあ、前節は本当にもうランが全然出なくて、もうキックとディフェンスを助けると試合だったので、この試合もオフェンスで点を取って、勝った試合にしようという話になってました。今シーズンですけども、たくさんのレシーバー陣相手にする、ね、選手たくさんいると思うんですけど、入坂選手が注目している選手いますかね。そうですね、まあ、2回生の87番の桑田有介であったり、7番の小林秀明、2人とも足が速い選手なので、まあ、ロングパスであったり、そういうのしっかり取ってくるなと期待します。今日ね、桑田選手かなり活躍されていましたよね。はい、今年の関西大学のオフェンス雰囲気いかがですか。そうですね、もう本当に今までよりも一体感のオフェンスをしようと、もう新チームになってからユニットというスローガンを掲げてやっているので、そういったやり方をオフェンスになるなと思ってます。次戦は近畿大学戦となります。意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、本当に、もう僕らは弱いです。もう一戦一戦努力さく、勝ちにつながるような試合をしていきますので、今後ともご支援ご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。関西大学からクォーターバックの入坂月選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。